ロバート・ジェームズ・ジョンソンは、アメリカ合衆国モンタナ州アナコンダ出身の、メジャーリーグベースボールの元選手。ポジションは保守だが、投手としてもメジャーリーグで二度登板しており、現役生活の最後には、専業の投手への転向を試みた。2002年、MLB ドラフト41巡目で、フロリダ・マーリンズから指名されたが拒否。2003年、MLB ドラフト18巡目で、 ピッツバーグパイレーツから指名されたが拒否。2004年、MLB ドラフト4巡目で、シアトルマリナーズから指名され、6月30日に契約。2007年9月4日、ニューヨークヤンキース戦で、メジャーデビューを果たし、3打数1安打だった。2008年9月26日、オークランドアスレチックス戦でメジャー初本塁打を放つ。 2009年9月18日のニューヨークヤンキース戦において、サヨナラホームランを放った一郎をチームメイトと共に、ホームベース上で手荒く祝福していたところ、勢い余って、左足首を捻挫してしまった。重傷には至らなかったものの、それを考慮されてか以降は、ヘルナンデスの当番日にのみしか出場していない。2009年はシーズンを通して、 メジャーリーグに在籍し、マリナーズの保守としては、最多の80試合に出場した。2010年は、前年に続き保守として、チーム内で最多の61試合に出場したが、シーズン終盤には2年ぶりに、トリプル A 級に降格された。12月13日に、DF になった。12月21日に、金銭トレードで、サンディエゴパドレスへ移籍した。 2011年10月25日に FA となった。12月22日、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。2012年は、メッツの聖保守、ジョシュ・トーリーが怪我で故障者リスト入りしたため、代役として5月8日にメジャーに昇格した。保守として、先発出場した5月18日のトロントブルージェイズ戦では、大差をつけられた8回裏に、 保守から投手へと守備位置変更して登板し、打者3人を判だなしに抑えた。シーズン終了後の10月17日に FA になった。11月13日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。2013年は7月9日にメジャーに昇格した。8月7日のカージナルス対ロサンゼルスドジャースの試合で、 大差をつけられた9回表にし、1、2類に、カージナルスの投手として、リリーフトーバーにし、三振を奪って9回表を終わらせた。11月5日に、FA となった。2014年は投手への転向を決意し、2月10日に、投手として、サンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだ。しかし、スプリングトレーニングで肘を痛め、その後の検査で、 尺足足副人体断裂という重傷であったことが分かり、5月23日に引退を表明した。ありがとうございます。